健康経営を動画で学ぶシリーズ、今回ご覧いただくのは NPO 法人健康経営研究会理事長の岡田先生に教えていただく感染症予防対策と健康経営です。感染症予防対策、興味津々です。それでは岡田先生、よろしくお願いします。はい、原田さん、今回もよろしくお願いします。今回は感染症についてお話をしたいと思います。今大変な時代を迎えておりますよね。新型コロナウイルス、それからまたいろいろな感染症が起こってますけれども、これを企業としていかに対応していくのかということが非常に今重要な課題だと思います。会社の中で多くの方が例えばインフルエンザにかかると大変なことになりますよね。だから企業として経営者としてこれを予防していくということが大切だと思います。1回目でお話しいたしましたように、先手を打つということが非常に大切なんですね。そうするとそんなにたくさんの投資もいらないわけですね。少額の投資で健康というものが確保できる、まあ、そういう意味で感染症に対してはもう皆さんは十分ご存知だと思いますけれども、まあ、手洗いとかマスク、3密はもうあえて私が説明することはないと思います。しかしこの感染症パンデミックという状況になってまいりますと、結果として企業活動が大きく制限されてしまう。そしてなおかつ従業員の方がお休みになってしまうと、企業として企業の機能が麻痺をしてしまうということになりますよね。したがって多くの方が感染症にならないように予防接種をしたりとか、まあ、いろんな対策を企業として取り組むということも、まあ、健康経営の中では極めて重要な方策であるというように思っております。でそこで、ヘルスリテラシーという問題があります。このヘルスリテラシーというのは、経営者の皆さんがやはり健康についての知識をしっかり持っていただくということが大切です。そしてなおかつ働いておられる方も自分の健康管理を自分できちっとできるように知識を持っていただく。そしてヘルスリテラシーというのは、それを実践しなければいけない。知識だけではダメなんですね。知識を持ってそれを生かしていくということが大切。その時に働いている方と経営者が同じような知識を持って同じように実践していくということで、企業全体もしくは働いている方の健康というものがきちっと確保できるということになります。でこれをヘルスリテラシーというように言っております。ぜひ皆様方の企業でもですね、この皆様方が見ておられる資料に書いておられますような職場の風土を変えていく、まあ、手洗いであったりとかいろんなものがきちっとできるような環境を作っていくというのは経営者の役割です。でもそれを従業員の方が実行しなければ、これは感染症が広まっていくことになります。組織として多くの方がその同じような行動をとるということが、組織での感染症を予防する、強いてはそれがご家族の感染症の予防にもなってくるということを考えていただくと、経営者の多くの方が組織の中で職場の中できちっと感染症対策を講じるということが重要ではないかというように思います。その次には快適職場という考え方があります。皆様方の職場をいかに快適にするかということが、実は免疫力を落とさないというところも必要ですし、労働時間が長くなると睡眠時間が短くなりますと自然に免疫力が落ちてきます。そういったことも含めて、職場が極めて快適で多くの方が働きやすい、そういう職場を作っていくということが大切です。例えば社員食堂で感染する可能性もあるかも分かりません。そういった時に社員食堂をどのように持っていくのか、それから栄養の状態もあります。バランスいい食事をとることが感染症の予防にもつながってくるわけですね。そして、企業の職場、いわゆるトイレにはきちっと手洗いも設置されているということですと、この場合は企業の中で職場の中で感染症を予防するということができますよね。ぜひ皆さんの企業でも少しの投資で感染症を予防できますので、ぜひ経営者の皆さんがそこに目を向けていただいて、従業員の感染を予防するという対策を講じていただければ、健康経営は成立するんです。よろしくお願いします。企業が健康経営の取り組みとして感染症予防対策にもしっかり取り組む必要がありますよね。次回は企業事例の1社目として感染症予防対策をテーマに、
高槻化成株式会社の取り組みをご紹介します。実際に企業がどのような感染症予防対策に取り組んでいるのか気になりますよね。今こそ健康経営、略して今健って覚えてくださいね。